こんにちは、ちなみです。今日は腕のマッサージです。腕痩せのポイントは腕をマッサージするだけではなく、脇のリンパや鎖骨のリンパを流すこともポイントです。では行っていきましょう。では腕周りの3ステップです。では1つ目、脇のリンパを揉みほぐしていきます。全体をつかむようにしてだいたい10回ぐらい揉んだら、少しずつずらしていきます。このブラの上のここの筋肉、前鋸筋という筋肉をほぐしていきます。では2つ目、胸の上の筋肉をほぐしていきます。これも10回ぐらい揉みほぐすようにしてください。では3つ目、肘から脇の方に向かって腕全体を流すようにしていきます。だいたい20回ぐらい行ってください。硬くなった筋肉を揉みほぐすことで、横に引っ張られたお肉が元に戻り、バストアップにも効果的です。ぜひやってみてください。ではまた次回。